久保さん、ホリエモンにしましょうか、ホリエモンホリエモンの T シャツ着てるんでね、これ鹿児島のホリエモンの公園に行ってきてもらいました。なんか VIP 席だと T シャツが配布されました。なんか堀江さんがね、こんなこと言ってたんですけど、あの、僕はね、写し鏡だよと。ね、みんな僕のことを、なんか、ああだこうだ。まあ、特に、 お金儲けみたいないろんなことを思ってるけど僕はそうじゃないとでもみんながそう思うんだったらそういうふうに堀江像っていうのはそう映ってるというような話をなんかしててねそうだから久保さんが山本太郎さんの話をしてそれをどう受け取るのかによっていやあのなんだあの久保さんっていうのはで,できているんじゃないかなとだから前にその 最近久保さんが山本太郎さんのばっかり話をしていてなんかどうなっち大丈夫ですかみたいななんかそんなようなあ意見があったようなことを言ってたような気がするんですけどどう受け取るかですよねどうそれを感じるかですよねで僕もあこれ完全これ億万長者のやり取りじゃなくて <laughs> 今まではねなんかまあ久保さんとか,なんか吉谷さんみたいなねなんかこう,こういう感じだったんだけどもうコンテンツがもうあの あの今日は山本太郎さんみたいなね。<laughs> あこれは何かやり取りというかもう山本太郎コンテンツで本当になってきたなっていう <laughs>。それもどう受け取るかですよね。僕,僕がね。うん。でもあの一つの事実目の前にある事実だけを見るならば内容は変わってきてるかもしれないけれどもやっぱね 動画を送られてくるんですよ <laughs>。動画を送られてくるんですよね。だからまあ、僕もね。まあでも、過去にね、もうこれでもう8000回か9000回これやり取りしてますから、過去に別に僕自身も、あとを振り返ると、別に内容がね、別に久保さんに向けた話だけにとどまらないわけですよね。うん。あ別にその、 どうでもいいことも話してるし、どうでもいい動画もあるし。<laughs> そう。だからこ、前回か、なんかあの、奥満長者合宿に、その、久保さん以外も出てきましたからね。<laughs> あの女性のき切り抜きと、山本太郎さんの切り抜きも入ってきたんで。ほうほう、みたいなね。<laughs> そう。うん。だどう受けあの、どう解釈するか、どう受け取るかっていうのが、 あの結構やっぱ大事かなと思いますよね。まあ山本太郎さんの話にちょっとつなげるんだったら山本太郎さんをどう見てるのかっていう。いやで山本太郎さんはもうじゅ僕が知ってる限りだと、まあ、12年ぐらい。まあ原発の時からこうなんか原発の時その堀江さんとこうやり合ってたのが僕は印象深かったんで。そうあこれ福島原発とかにしときましょうかキーワード的に。いやキーワードちょっと山本太郎さん卒業証。 <laughs> 久保ささんんが山本さんやってそこからまあ12年なんか政治のことをやってるわけじゃないですかいまだにその現場でずっとなんか話してるしでやっぱそれは変わってないわけですよねうんだからその話すコンテンツは昔に比べるとそれは変わったと思いますよで僕山本太郎さんも言ってましたけど昔その勉強不足でねううなんかいろいろあったとで考え方も変わったこともありますみたいなことも何かで言ってたような気がしますけど うん、そう人っていうのは何ですかねやっぱ受け、ね、久保さんの速歌塾の中にも受信力っていう言葉がありますけどやっぱどのように物事を解釈して横展開して広げられるのかっていうのがやっぱ結構大事だなと思いますよね。うん、最近絵を買ったんですけど絵とかもう完全に受信力だと思うんですよ。絵をどうやって受け取るかだと思うんですよね。 絵の,絵の価値って受信力だと思うんですよどう,どういうふうにとらその絵を捉えるのかっていうだから人に A さんは落書きなんか A って落書きみたいな絵あるじゃないですか A さんから見ると A は落書きだって受け取ってで B さんにとってはアートだって捉えてじゃあ C さんは天才的だって捉えたりとかねねそう A さんはただの落書き B さんはアートで C さんは 天才的っていうね。天才的なみたいなね。同じ絵なんだけどね。<laughs> 同じ絵なんだけど、全然変わっちゃうっていうね。これ面白いですよね。うん。まあ、あとは、ああいうのもありますよね。あの、騙し絵みたいな。その解釈の仕方で、鳥にも見えたり、人間にも見えたりとかね。うん。そこに映し出されてるものは一緒なんだけど、見方によって、鳥にも見えれば、人間にも見えれば、なんか、 島にも見えたりとか、ね、うんこれが結構人の原理というかねなんかその人の人生を変える一つのなんか法則なんじゃないかなと思いますだって受け取り方が変わってるわけですから、うん、だからただの楽ただのただ,ただの落書きって思う人にとってはその落書きって思う人の人生の中でその絵を買うっていう行動 結果は絶対なないいわけじゃないですか価値がない落書きただの落書きなんだこれっていう受け取り方をしてその絵を買うことは人生の中にないと思うんですよただアートだったりとかこれは天才的だとこの絵はきっとすごい価値がつく投資価値がつくみたいなね今のうちに買っとけみたいなね <laughs> まあそういう考え方受け取り方すればその人の人生の中ではその絵を買うっていうストーリーが生まれるかもしれないですね でもこっちは多分絵を買うっていうストーリーはないだろうし。うん。はい。人間って面白いしね。いってらっしゃい。